どうも BO25 ですというところで動画の方を撮っていこうかなと思っています。なんだろう、なんか笑ってたらシャニマスなんですけれども、本日何を しようかなと思ったんですが、まあ、あの現状のね撮影タイミングがあのめぐるさんのランディングポイントの後編を一旦こう前編やり終えまして、まあ案の定失敗はしたんですよ。ね、でその今一応そのクリアしようかなと思って頑張ってる最中なんですけど、なんか全然クリアできないのよ。だからもう込みは全部見たじゃない、だからこのままクリアせずに、次のイベント込みなんですよ、次確かイルミネ、だから行っちゃおうかなと思ってて、そこに関してはちょっとねまたあの後半のめぐるさんの後半の動画が上がった時にちょっとお話ししようかなと思ってるんですけれども、本日は、ガシャですね。はい、マイソングコレクション、まあ、ソロ楽曲の、関連したコミュート MV が見れるみたいなやつなんですけれども、今回それにですね、まどかが来たと。ね。いや、先日よ、本当に先日ですよ、朝倉、ノクチル5周目衣装と言われている、朝倉が、来まして、まあ、それをね、こう私は頑張って弾いたわけですけれども。まあ、それから数日経たないうちにね、まどかが来るというところで、まあ、次がね、その、ノクチル5周目残されてるの、小糸でして、その、シャニマスってなんかすっげえ短い間隔で同じユニットの人出してくるイメージがあって、まあ、それもありまして、ちょっと、小糸のためにね、石も取っておきたいなと思ってるんですけれども、ただ私もね、言ってもこう、腐ってもノクチル P、やはりこう、ノクチルが関与するガシャについては、一回ぐらいは弾いておかなきゃいけないかなというところも、プライドっていうものがございますので、はい。今回は弾いていこうというところになります。予定としては30連を予定しています。この窓かに関しては深追いしません。天井行くとか、そういうことしません。あくまで優先は5周目以上の小糸なんで、うん。そこをめどに、途中でね、マイソングコレクションで小糸が来たら、それは弾くよ。あれなんですけれども。まあ、とりあえずは、これ30連でやっていこうかなと思っております。もう私もね、ノクチルのプロデュース SSR は強いと、抜かしておきながら、ここ2回のガシャ、すべて負けていますから。厳しい状況になってますが。というところで本日追加されたのが、ジュリさんとマドカというところになります。これなんです。あ、これなんか最近ツイッターでよく見るなと思ったら、あれか。これジュリさんのマイソングコレクションだったんだ。これがフェスと情報と MV も見れるんですね。はい。これどうするか。とりあえずまだいいか。で、これ窓かですね。水買ってる窓かですね。これシャリピー映ってるよね。これ背高。でもなんか、これだんだんシャリピーの顔、公開されていくんじゃないの。そして、なんだよ、最終的には全面公開されて自己投影できずまま終わるみたいな。自己投影できなくなっていくスタイルにシャニマスしていくんじゃないかなと思ってますが。まあ、フェス衣装がこれなんですね。まあ、まどかのソロ楽曲というのは夢緑。ね。まあ、ドリームウォッチバード。謎の英語を言いましたけれども。いいね。でもなんかフェス衣装いいですね、今回ね。まあ、というところで。ま、情報もありまして、MV も見れるよというところになっておりますが、まあ、弾いていきますか。ここまで5択に4分使ってますね。行きましょう。もうね、なんか、出ないのよ。シャニマスの歌詞は怖くなっちゃって。まあ、こんなもんですよね。知ってます。まあ、分かってます。あと20連をめどにやっていきます。何の収穫もない動画になるかもしれない。最初の5択4分が成立しちゃう動画になるかもしれない。これは収穫いいんですかマジでこれは収穫だわ。今回何でもいいわ。マジで?いや、うん、しかも続きますね。まみみさんこれ持ってるんですね。はいと。いい。マジで?
ガチでカップマスターの長い夏マジでおいカップマスターやったぜおいやったよいやすげえな忘れた頃にやってきたなあとで小耳をまあ私知らないと思うんですけど野球が好きでしてすごくねというところでカットバシトがすごく欲しいカードだったんですけれども一回これが普通にガシャで来た時にめちゃめちゃ引いたんですけど全然手に入らなくてやっとでいや嬉しいなでまみみさんも来ましたねこれは持ってるんだねさあじゃあラスト30連目になりましたがまあもう今日収穫を得てるのでもうなんかいいなと思っておりますはいびっくりするほど収穫はなかったけどまあいっかこんな感じで終わりましょうあくまで5週目のまどかですからねこれ出るでしょどうせマイソングコレクションで次のやつ大丈夫だよねまあ恋人だったら話は別だけどまあ一生がないちょっと MV 見てくなんか MV ここで見れるならそれでよくねいや夢緑ですからね蝶々なんだ。おー、いいじゃん、でも。あー、カラカラカラですね。あー、全部は見せてくれないんだね。そりゃそっか。そっか、これね、そしてなんて言っても、小夢がそのソロ楽曲に、通ずる小夢だという話を聞いてますので、まあ、恋人はマジで手に入れなきゃいけないなと思っていますね。いやでもこう夢緑もいいよね。今度なんかサブスクでほぼ全曲が解禁されるらしいというところで、夢緑もフルが聴けるようになるんですけれども、いやちょっと聞きたいですね。まあそんなねちょっと。収穫も得れたんで、なかなかこう、ホクホクでございますが、なんならこれしていきますか。あ、サクエさんこれ持ってるんですね。ね。あ、持ってんな。最近ちょっと持ってるのが増えてきたな。なんかでも、シャニマス重い。なんか、さっきからずっと宇宙連引くたびロードが入ってるんだけどさ。今、時間ある？ユニット連の割り振りのことで、相談があるんだけど。はい。私でわかることならマドちゃんだってよすげえな三峰さんこれ恋人どのくらいで来るのかな なんか恋人平気だって全くなんかこれから先まだちょっと開くんだったらいいんだけど別にもう一回ぐらい引いちゃっても言ってシャニマスってすぐたまるじゃないですかもう一回行っちゃうかなんか引かなきゃ出ないじゃないですかなんかいい開けようちょっともなんかあれ引いたしさ、2615個も残るからいいわ、引いちゃおう。でも MV のあれ見たらちょっと欲しくなっちゃった。お先生のお時間。これ初めてですね。はい、と。まあ、ただ、SSR 手に入りました。なんか今日サポート強いですね。サポート欲しい時にサポート来ねえんだよな。まあこれで終わりましょうか。次なんかもうあと10連引いたら SSR 確定チケットってすごいなんかめちゃめちゃ魅力的に見えるけどなんか集めらんないかな一応イベントのあれ見てきますフェザージュエルは全部交換しましたまあそういうところで終わりましょうかまあいいんじゃないですかとりあえず取捨選択っていうのは大切ですからちょっと恋人を少しでもこう手に入れるためにちょっと頑張っていこうかなと思います。もう今回は、もうカットバシ島手に入ったんで、もう全然、満足です。ありがとうございました。じゃあね、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、バイバイ。